はあの素晴らしい愛をもう一度とピクニックです。ピアノ伴奏は鹿島彩香でございます。
次第4部に入りますまでに、昨年好評だと僕が勝手に思ってるんですけども、遠方から加えたトップ10をこちらこの時間に発表したいと思います。ちょっと骨ポケット見えたら汗だくで今回もネットでご住所をお知らせいただきましたら、チケットをお送りしますという形で、今回チケットを皆さんお飲みいただいたんですけども、そちらでこちらお送りした住所を把握しておりますので、あ、こんな遠いところが来ていただいてるんだというので、こちらも管理しまして、今回、遠くから来られた方を、10位まで発表させていただきたいと思います。その方は別に立っていただく必要もございませんし、名を手がいただく必要もございませんので、私のことだと思っていただくだけで結構ですので、こちらは勝手に感動しておりますので、紹介させていただきます。で、前回ね、やったときには、僕、Google マップで距離を測って、ピーって距離を測って、で、何百キロを測って、それで、順位をつけたんですけど、今回ちょっと帰ってみようということで、乗り換えたぐらいで、電車だったら、この学校まで何分かかるのかなっていうので、計算しました。暇ですね、僕ね。で、そのね、遠い方から、ですので、車だったらもっと早く来れると、ね、電車だったら時間かかるところという方もおられます。決してボタンの距離が通るとは限らないということです。今回は電車での、時間について話してもらいました。皆様、2時間半超えでございます。10位から2時間半超えでお越しいただきます。では第10位、滋賀県東近江市からお越しです。ありがとうございます。第9位、愛知県名古屋市からです。ありがとうございます。新幹線のスピードが速いですね、やっぱりね。はい、第8位、三重県津市でございます。3時間超えですね、ここから3時間超えです。その次、愛知県知多市からです。ありがとうございます。今回初めてですかね、第6位、福岡県北九州市です。ありがとうございます。第5位、ここから4時間超えになります。第5位、京都府ですね。京丹後市です。ありがとうございます。皆さんもですね。第4位、広島県尾道市です。ありがとうございます。そして第3位、距離としては多分一番遠いと思うんですけどね。第3位、埼玉県上尾市です。ありがとうございます。そして第2位です。ここから5時間超えになります。富山県滑川市からお越しいただきます。ありがとうございます。はい、で今回のスプリングコンサート第1位の方です。石川県七尾市からお越しです。ありがとうございます。ありがとうございます。私能登島出身でございますので、七尾すぐ近くでございます。遠いところありがとうございました。それではお待たせしました。第4部最後の部になります。ステージになります。マーチのステージをご覧いただきます。卒業生にも手伝ってもらいまして、第4部皆様に披露することができました。で、曲目なんですけども、プログラムプラス、あと何曲か発しております。まず、その CMC、ね、クルージングルービングルービーという、昨年取り組みました英語です。その前に、ディズニーの曲、指輪ひそかの曲を演奏してから、その曲に入らせていただきます。ではどうぞ、マーチのステージ、お楽しみください。
アンコール。